対局開始。お願いします。4連勝中ですね。相手の得意戦法は相掛かりだそうです。三間飛車、相掛かりなりませんでしたね。相掛かり、愛のかかりは実現せずということで、しめしめという感じなんですけども、これは一回受けますね。片身の囲い、相手早いな、まだ5秒しか使ってない、すごいですね。高身の囲い、将棋坊主が得意な人は早指しが得意なんですよ。これは一回歩をつく、ちょっとね、相手の狙いがちょっとなかなか見えないんですけども、いやー、歩はし、おお、なんだそれ、2分30秒でもつくのかな、引いとく、あー、わからん、どうしよう、ちょっと相手これまでもしかしてこれ15秒ぐらいしか使ってないってどういうことなんですかね。これもう指してないんだけど、あ、これもしかして千日手模様でやりながら、時間削る作戦、あ、そういう作戦ですか。もういいよ、千日手でいいよってさ、そういう風に思わせておきながら、結局千日手にはせずに相手の時間を削っていくというね、そういう戦法なんですかね。桂馬に取っちゃおうか。あー、でもこれ角打たれるからな、角打たれちゃうんですよ。あ、そこから角ですか。2分、あー、まいったね、どうしよっかな。一回つくか。どうしようかな。分からん、こんな感じかな。そうですね、まあ、そこで歩を打つとか、なんかちょっと、1分30秒、なんか、なん、あ、取るんだ、どうする、角で持ちます、分からん、いやー、時間削られちゃってんですよね。あ、桂馬打たれるか、これ、あ、そっちですか。あ、でも5七桂があるからね、これね。あ、もうこれもうあれですね、両取り逃げるべからずですね、叩きの歩、飛車取って取ればいいじゃんって。あ、そうか、銀があるのか。1分、いや、これきついな、これは無視したらダメ。ほいっと、あー、これ詰めろですか、分からん、どっか1回、いや、これまずいんですね、なんかまずい、角がボケてるね、銀嘘、角がボケてるな、ボケ老人ですね、取るよ。よくわからない、もう攻め合いですかね、これは。取ると、これは別に大した手じゃないので、20秒、まあいいや、取るか。まあ飛車打つか。まずいな、これ10秒、なんか不完全燃焼感ありますね、すごい不完全燃焼の感じがするな。
まあ、ただ5三角成は詰めろになる。あーもう5三角成だ。あーでもこれ角打てるか。え取ると、え、これ詰まないんじゃない。あれで1分も残ってんのかよ。おい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 、え、あー分からん。あーこれ、あ、あ、あ、詰んじゃったか。時間切れ。もう、いやさっき、あ、でもこれなんかさ、なんか最後あったんじゃないかな、グラフ的に言うと。将棋の真髄を学ぶがよ。困ったらまた助けに来るぞ。やっぱり乱高下してますね最後ね。ほらほら、ここここ、この辺、この辺はちょっとおかしくなってるんだよ。うん、ここはあれだけど、これでもうすでに、いやこれ、この局面なんかあったよね。ここの瞬間大優勢になってますもんね。だから具体的に言うと、まあ2四桂もあるかな。2四桂と打っておけば同角で逃げて詰まないですからね。うん、2四桂でよかったな。うん、2四桂でいいんですよ。これ2四桂でいいでしょ。任せろ。あ、1四玉先手勝勢です。あ、やっぱそうですよね。これ相手やりようがないもんな、打ち歩攻めですから。で、あ、でも5二歩とか受ける手はあるかもしれないけど、うん、まあまあまあ、そんなわけでね、まあ実力は実力だということで、勝った場合は勝ちは勝ちと言えばいいし、負けてしまっても実力は実力と言えばいいというね、将棋ウォーズというのはそういう風に逃げ道がいくらでもあるところが良いところなんですね。でさ、今日ニュースいろいろね探したんですけど、大したニュースないので、ちょっとね、ヤフー知恵袋なんですけど、ちょっとね、アニメ、以前見たアニメで題名忘れてしまったので、もし知ってる方がいたら教えてくださいって質問したんですよ。なんか前見たことあるんだけど、なんていう作品だか忘れちゃってさ、また見たいなと思うんですけど、名前がわからないんですよね。で、内容としては、もともと日常世界にいたんですけど、突然異世界に行ってしまうんですよ。多分ね、学校の教室にいたんだけど、なんかね、ひょんなことから不思議な世界に迷い込んじゃうんですね。で、迷い込んだ異世界の中で、なんかね、ゲームをさせられるんですよ。で、ゲームに負けたら死んじゃうよみたいな、なんかそういう脅迫があるんですね。で、そのゲームの内容なんですけど、いろいろあるんですが、カゴメ、カゴメ、カゴの中は、カゴの中の通りはいついつでやる、夜明けの晩に鶴と亀が滑った、後ろの正面だあれみたいなね、まあ、そういう歌が、そういうゲームがですね行われるっていう。あ、後ろの正面君なんだ、じゃあ殺しちゃおうみたいな、なんかそういうね、なんかそういう感じの恐ろしい、なんかホラーアニメじゃなかったかな、なんかそんな感じなんですよね。うん、このね、カゴメカゴメの歌が出てくるっていうのがポイントなんですけど、視聴者の皆さん知ってます？でね、回答者がね、ノーゲームローライフかなって答えてくれたんですけど、これ違うんですよね。ノーゲームノーライフではないんですよ。あと、念のため言っとくと、デッドマンワンダーランドでもないです。デッドマンワンダーランドってのもね、なんかね、教室の中で、なんか事件が起きて、で、事件の犯人扱いされてしまうっていう話なんだけど、あれでもないんですよ。あれじゃないんだよな。なんだったかな。いやー、ほんとね、3、4週間くらい前から、自分の中ですごい引っかかってんですよね。あの作品面白かったよなーって。やっぱさ、見たアニメってさ、まあ、DVD とかで残してればいいんですけど、ああ面白かったって言ってそこで終わっちゃうとさ、もう一回見たい時にあれ題名何だったかなってさ、分かんなくなっちゃうんですよね。いや、なんかさ、物語の流れとかイメージっていうのは覚えてても、
作品の題名とか登場人物の名前とかそういう名前的なものってさ、その物語の本質ではないから忘れちゃうんですよね。まあ、ドラえもんとかだったらさ、ドラえもんとかのび太くんとかね、名前がさ、名前覚えてますけど、でもさ、ドラえもんっていうその作品の本質っていうのは、ドラえもんという名前とかのび太っていう名前じゃないじゃないですか。それ名前ただね、そういう名前にしただけですから、そうじゃなくて、その道具が出てくると。その未来の道具ってものが出てきて、それが不思議な力を発揮するっていうのが本質的な部分なので、そこを一番印象深いところとして記憶してますよね。だから、あの作品でその未来の道具使ってなんか問題解決するっていうそういう作品あれだよあれってさ、あードラえもんねって、あそうドラえもんってそれですよね。うん、でもやっぱりね、名前を覚えてないとね思い出せないんだよな。なんだったかな。何でしたかね。てかまあちょっとね、ヤフー知恵袋、以前は、ヤフー知恵袋さ、暇つぶしにいろいろとさ、質問したり回答したりしたんだけど、最近あんまり見てないんだけどさ、知恵袋でさ、あ、知恵袋で、ちょっと、そうだな、あ、そうだ、転売、検索してさ、転売は悪いこと、在宅ですよね。転売は悪いことなので、転売を禁止してメルカリとかも使用禁止にしたら、転売って悪いことなのでしょうか、最近、あ、ちょっとこれ面白いな。転売って悪いことなのでしょうか。最近転売イコール悪いという世論が悲しいです。私は本せどりから始め、現在はジャンク PC を修理して転売しています。新品で買うよりも圧倒的にお得に提供してますし、ビジネスモデル上知識がない素人さんだと大量の在庫を抱えるリスクがあるものです。それに本来は廃棄されるはずだったものを蘇らせているわけで、環境にも優しいと思うのですが、この人はさ、転売だってみんなの役に立ってるじゃんっていうことを言いたいなと思いますけど、じゃあそういうタイプの転売じゃなくて、単純にそのゲームソフトとかを、だからその新発売のゲームソフトとかを買ってきてそれを転売するとか、そういうのに対しても悪いと思わないのかっていうことについて説明してほしいですね。なんかこれだとさ、転売だってみんなに共感してもらえるような転売だってあるんだよってことを言ってるだけであって、確かに、まあ、それもわかるんだけど、でもその、じゃあゲームソフトとかどうなのかなとかね。まあいろいろな見方ができると思います。不要品リサイクルに関しては見方によっては新品のシェアを食ってしまっていることを悪く取れるでしょうし。新品のシェアを食ってしまっている。じゃあ新品は中古品のシェア食ってしまってるじゃないかって批判されたらどうするんでしょうね。そういうことでしょ？だって自分が金儲けするってことはさ、お前が金儲けするせいで、他の人が金儲けするチャンスが失われたじゃないかとかさ、ねえ、そうでしょ、それ。お前がドライブに出かけたせいで渋滞発生の原因になってしまって、悲しんでる人がいるよとかさ、でそれはいくらでもあるじゃないですか。お前がそれをすることによって結果的に悲しむ人がいるとか言い出してしまったら、いくらでも批判できますよ。でそれ悪いことだって言ってしまったら、ね、歩き人が動画1本上げることによって他の人の動画の検索される確率が下がりますよね。だから迷惑だよとかさ言えるでしょ。ね、ただ
YouTube にさ、歩き人チャンネル以外のチャンネルがなければさ、YouTube 見る人はさ、歩き人 見ざるを得ないわけじゃないですか。ねえ。だから、歩き人以外の、YouTube のね、人は、動画やめてくださいとね。歩き人ばっかりにしましょうよと、YouTube を。そうすれば歩き人の動画をたくさんもっと見る人が来るから、歩き人のシェアを食ってしまってるとかさ、んなこと言ったらいくらでも言えちゃうんだけど、そういう問題じゃないだろうってね。うん、あれこれで終わり？転売すべてが悪いのでなく、その品物が本当に必要な人がいるのに、己の欲望のため買い占めで高額で売りつけるという相手の弱み、状況につけ込んで足元を見る行為ですね。こういう転売屋は罰せられてほしいです。ほう、なんかでもこの質問と回答はちょっとあんまり面白くないな。じゃあこういう転売についてさ、本当に悪いことだって言えるのかってことが本当の論点ですからね。いやこれはちょっとつまんないわ。あ、これ面白いな。転売が悪いなら小売業もおかしいっていう転売ヤーの意見。なんか言ってること変だなって思うけど、何が変なのか言葉にできません。うまく説明できると言いますか。いや本当そう思いますね。転売は悪いことだって言うんだったら、小売業とか全部さダメじゃんってね、私思いますけど。小売業ってさ、大々的に転売してますよ。でしかもさ、小売業ってそのただ単に転売してるんじゃなくて、それを大々的に大規模にやってるし、しかも市場をさ、かなり占領してません？ねえ、その、例えば私みたいな弱小な個人がですね、のこのことメーカーに行ってですね、売ってくださいっていう余地を、そういう余地を与えないことに、もうさ、マーケットをさ、占領しちゃってるじゃないですか。これ、究極の転売なんですよ、小売業っていうのは。ねえ。いや、それね、どう説明するんでしょうかね、転売が悪いって主張する人は。ちょっと聞いてほしいですね。へりくつですが、合法なのに何が悪いとの開き直りに近い方言です。ここで問題なのは流通の仕組みの、へりくつではなくて、消費者が自由に物を買えるという権利がある、選択の自由があり、消費者優先の資本主義経済の基本原則があります。つまり国が規制をしたり法律で縛りをつけないということです。冷静に考えれば、普通の10倍以上の高値で買うことの躊躇があるのに、それでも買う消費者が存在するから需要と供給が成り立つのです。簡単に言えば、買わなければ転売も成り立たないのですが、デマに踊りやすい日本人の心理を巧みに利用して儲ける輩がどの時代にも存在するのです。今回はマスクがターゲットなだけです。荷物の大きさとロットの量と元々の価格の優しさが絶好の儲け商品になりやすかったのです。トイレットペーパーは在庫するところがありませんから。不安商法はある意味日本人の特性を利用した商売とも言えます。ですから質問の答えとすれば、そのような転売者の話をまともに聞く必要はないということです。つまり反論不可能ってことじゃないですか。資本主義っていうさ、まあ資本主義というのは経済活動の自由ですよね。選択する自由があると、買わない自由がある、売らない自由がある。で、買う自由も売る自由もあるっていうさ、自由な経済活動を認めるっていうことがもう法律で認められてるっていうか、その法律で縛り付けられてないわけですよね。だから、転売屋が、ばっこするわけですよ。ね。で、転売者の話をまともに聞く必要はないってことは、じゃ転売してもいいってことですよ。別に転売屋っていうのは、俺転売屋やってるけど、俺の存在は正当であるとみんな認めてくれよなんて言わないでしょ。そんな認めてもらおうがもらわなかろうが、法律で認められてるから勝手にやっちゃうだけで、それに対して批判するんだったら批判する側が、主張しなければいけないですからね。だから転売者の話をまともに聞く必要はないんだったら、じゃあ聞く必要ないんですね、じゃあ相手にしないんですね、はい、じゃあ転売します、終わりってこと。まともに聞く必要ないですよ別に。うん、
でも転売を批判することもできなくなるので、これからも転売が行われるっていう話ね。うん、小売業が悪いになれば大概の店は成り立たなくなりますね。転売が悪いと、読めない、なんていうの、ちょっと読めない、これ。転売が悪いとなんちゃかんちゃらにすると利益をあまり考えないオークションがフリマを利用している方も全部悪くなります。単純に転売屋は人の足元を見て高値で買わせる商売しているわけで、現行ではモラルが悪いだけで、これも違法ではないから、それを盾にして自分たちのやり方を正当化したいだけの話です。違法でない限り気をつけてなるべくやらないでねの規制はできても、取り締まるのはなかなか難しいので、欲しくても転売屋からは買わない、接触しないのがポイントですね。うん、だから結局さ、批判できないってことじゃないですか。で、自分は小売業からは買うけども、転売屋からは買わない、それぐらいしか、それしかできないよ。つまり、転売屋を批判することがもうできないから諦めようぜってことですよね。もうそれはもう、だから、正義論っていう面では、負けを認めて、ああ、お前正しい、正しい、分かった、正しいけどお前とは近づきたくないから別にいいよねって言って、それしかないよねってことで諦めてるわけですね。残念ですね。転売屋は商品を何が何でも欲しいという人の弱みにつけ込んで暴利を得るだけの行為。小売業は日常生活に必要なものを薄利多売で儲けるだけのこと。いや、これ同じじゃないですか。同じじゃないですか。小売業のがむしろさ、何が何でも欲しいという人のさ、弱みにつけ込んで儲けてるんじゃないの。で、暴利とか言うけどさ、何が市場価格なのかって話ですよね。だって、その、国がさ、リンゴ1個10円って決めればさ、今の小売業はさ、リンゴ1個100円とか200円で売り上がって暴利を貪ってるって言われちゃうわけじゃないですか。そうでしょ？国がさ、その、いいですか皆さん。ね、日本政府は、国民一人一人のね、生活を守るというね、守ることにいたしましたって言ってさ、つきましては、物の値段を全て決めさせていただきますってね、パンは1斤、50円にしましょう。ね、リンゴは1個10円。ね、ブドウは1房100円。ね、お米は 5kg で500円にしましょうってね、決めてさ、あ、お前、国のさ、決めたルールに従わずに、リンゴ200円で売ってんだろ、お前、暴利むさぼってんだろ、お前。あ、何が自由な経済活動だ、お前、転売してんじゃねえよってね。何お前さ、200円なんかで売ってんだ、暴利むさぼってるじゃねえかとかさ。いや、その、だからその、結局さ、その、何が標準価格なのかってことをさ、誰が決めるのかって問題ですよね。小売業はさ、大体のお店がリンゴ1個100円とか200円で売ってるから、それが当たり前だよね、普通だよねって思って、それが当たり前だとさ、当たり前っていうか正当なことだと思っちゃってるだけでしょね。でも転売屋がさ、値段例えば釣り上げてそれで買う人がいたら、それが市場価格じゃないですか。その市場価格は間違ってるってことを言いたいのかな。じゃあ国がなんか法律で値段決めてるんでしょうかね。日本政府公認希望小売価格とかあるんでしょうかね。まあそういうのを設定したいっていうなら、まあ話はわかるけどね。政府が全部物値段決めるべきだと、市場に任せるべきじゃないって言いたいんだったら、まあそれもまあ一つの考え方かもしれないけど、別にそういうわけではないんですかね。だって小売業を認めてるわけですからね。資本主義認めてるわけでしょ。よくわかりませんね。善意的か悪質かの差です。盗っ人にも三分の利ってやつです。善意的、悪質どういうこと？善意的ってどういうこと？人の心がわかるの？お前は善意でやってるだろ。お前は悪意でやってるだろ。とか、そういうことがわかっちゃうんですかね。じゃあ私、今、善意で動画作ってるか、悪意で作ってるかって視聴者の皆さんにわかります？ちょっとわかりませんね。なんか、お前は悪意でやってるから有罪とかなんかどういうことなんでしょうね。金儲けたいっていう意味では同じなんじゃないでしょうかねなあ、ちょっと全然これ説明になってない人ばかりですね。困ったもんですね。これ面白いな。これ知恵袋のさ、書き込みに対してツッコミ入れるの面白いな。
あ、これ面白いな。転売の何が悪いか分かりません、教えてください。うん、なんで悪いと思うのか分かりません。だからそれを聞かせろって言ってんだけどね。何も悪くはない。世の中の仕組みを知らない人たちが感情論で怒ってるだけ。マスクについてはいろいろ問題があったので、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令というのを政令を出して禁止になりました。日本は法治国家なので法にないことを言われてもね。本当に転売が問題ならすでに政令でも出してるよ。うん、個人的には転売が悪い理由は2つあると思ってます。まず1つ目、転売は結局仲介業だから悪くないのではという人がいますが、今の資本主義社会において企業は社会を良くしながら利益を得ることを念頭に活動しています。例えばスーパーなら生活に必要なものをいろんな店に買いに行く数とも一箇所で買えるという便利さを提供してくれているわけです。しかし転売はただ値段を釣り上げただけで社会に何ら貢献していません。転売が潤って終わりです。そのため現代の資本主義社会にあるべき職ではないと思います。まずは2つ目は、値段を上げてしまうことにより元値なら買おうと思ってた人の購買意欲を下げてしまい、結果的に客層が広がりづらくなるということです。転売屋から買える人はどうしても資金が円卓である人、ギリギリ頑張って買おうと思っていた人を諦めてしまうため、顧客数の、N が減少、あ、π が減少か。これは長期的に見るとリピーターになるであろう人を減らしてしまうことになり、企業にとっても損だと思います。そもそも元々考えた販売計画が狂ってしまう一因にもなり、チケット等ではチケットが売れたのに空席になってしまったり、ゲーム等では製造数や在庫管理がしづらくなるというデメリットもありますよね。資本社会において、資本主義において社会を良くしながら利益を得ることを念頭に活動しています。それは知りませんけど、そうすべきだって主張してるんですかね。例えばスーパーなら生活に必要なものをいろんな店に買いに行けずとも一箇所で買えるという便利さを提供してくれている。その便利さを提供してくれてるっていうのが、実際にスーパーという職業が成り立っているということによって示されるというわけではなくて、もう結果的にスーパーが売れてるか売れてないかじゃなくて、もうスーパーそのものが便利なものだってことを言いたいのかな。つまりそのスーパーは商売として成り立っているのは何でですか。それは消費者から支持されているから、実際に市場の中で生き残ってるじゃないですかとか言ってしまったら、転売屋だって生き残ってるんだから評価されてるんだろって言われちゃうわけですね。でもそうじゃなくて、スーパーそのものがもう良いものなんだっていうことを言いたいんですかね。この社会に貢献してるか貢献してないかっていうことを問題にするんだったら、その社会に貢献してるか貢献してないかっていうの判断基準はどこにあるのっていうことを、示してほしいわけですよ。だから資本主義っていうのはさ、別にさ、経済の自由ですから、基本的に何をさ、売買してもいいわけでしょ、別に。ね。違うのかな？私の資本主義の定義間違ってます？資本主義って要するに、経済的な意味での自由主義だと思ってんだけど、違うのかな？違うんですかね？自由主義とは違うのかな？だからその、貢献してるかしてないかっていうのを判断基準はマーケットじゃないっていうんだったら、マーケットが判断することではないって言ってしまうと、それは資本主義を否定することになると思うんだけど、どうなんでしょうかね。マーケットを使って貢献度を評価したら、それは資本主義なので転売屋が悪くないってことになるし、マーケットによらない何かその善なるものっていうのがあるんだって言ってしまうと、それは資本主義の理念にはそぐわないんじゃないかと思うんですけど、私の資本主義の理解が間違ってるのですかね。ちょっと分かんないですけど、値段を上げてしまうことにより元値なら買おうと思ってた人の購買意欲を下げてしまう。
と分かりません。それは企業が考えることだと思うから、その社会の中でこれがいいとか悪いとかそういう問題じゃないと思うんだけどな。企業が たくさん供給すればいいだけじゃないの？ゲームソフトとかさ、どんどん供給しまくればさ、転売されたって どんどんさ供給すればさ売れるわけだから、別にそれは会社の人が考えることであって、社会全体でこれはさ認めるとか、これは悪いとかさ、これは不正行為だとか、そういうことそういう問題じゃないと思うんだけどね。例えば自分の好きなアーティストがグッズを出したとして、転売屋が買い占めて元値より高く売る、これが世に言う転売です。転売されているものだったら買わない人が多いですが、どうしても欲しいファンは転売屋から買ってしまう人もいます。そうすると転売屋に利益が出ますよね。本当に欲しい人が原価で買えなくて、ファンでも何でもない人が自分の利益のためにそんなことをしてるなんて許せないし、そんなのおかしいじゃないですか。譲るのと転売とでは大きな差がありますので、今では法に触れることでもありますし、転売は悪なのです。え？いや、だからさ、その本当に欲しいとかさ、本当に欲しい人とか言ってるけど、本当に欲しいか本当に欲しくないかっていうのをどうやって客観的に評価するんですかっていう問題でしょ。ファンでも何でもない人が自分の利益のためにだけにそんなことをしてるなんて許せない。利益のためだけにしちゃいけないんですかね。ファンがさ、これ自分の好きなアーティストのグッズを買うというのは自分にとって利益があるからじゃないの？え、違うんですか？皆さんが何か物を買うとき、買った方が利益があるからじゃないの？リンゴを100円で買ったら、リンゴという美味しさを自分の利益として得られるからリンゴ買ってるんじゃないんですか？なんかよくわかんないですね。ファンがグッズ買うのは、何なんですかね？利益じゃなくて、寄付のつもりなんですかね。よくわかんないですね。寄付するというか、純粋にこの好きなアーティストっていうのを応援するという、そのアーティスト支援活動としてグッズを買ってるっていう理解なんですかね。でもそれは自分がこの人を応援したいということが、自分にとってそれがそうしたいと思ってる利益のためにグッズを買ってるわけだから、それだって利益なんですけどね。なんかわかんないけど、その自分の利益にならないような買い物っていうのが私は全くイメージつかないんだけど、どのような取引であっても自分にとって利益があると思ってるからやるんじゃないの？仮想通貨買うにしてもさ、将棋会館で将棋道場でね、将棋指すにしても、どんな取引であってもね、自分の利益目的にしてんじゃないんですかね。なんかよくわかんないな。自分の利益じゃないように買うっていうのがなんかわかんないな。ただその利益の質、利益がどういうものであるかってことをさ、なんで他人にとやかく言われなきゃいけないんだよってね。リンゴをさ、美味しい、だ例えばリンゴ買いますよね、自分で食べるという目的で買ってもさ、お母さんに食わせるっていう目的で買ってもさ、ペットに食わせるっていう目的で買っても、自分にとってそれが利益になると思ってるから買ってるわけでしょ。なのにお前ペットに買わせる目的で買ってんじゃねえよ、そういう利益の出し方はムカつくんだよとかさ、なんかそういう線引きが私にはなんかあんまり合理的じゃない気がするんだけど、なんか結局さ、許せないし、そんなのおかしいじゃないですかって言われても、おかしいって思ってる人とは共感できるかもしれないけど、いや、そんなのおかしいって言って非難する方がおかしいって私は思うから、なんでそこにおかしいって線をビシッと引いて排除しちゃうのってね、なんか そういう私は差別をしてるようにしか見えないんですよね。なんか、人の気持ちを考えないと思われるかもしれませんが、利益を生むために転売するのにそれがダメならば、そのものの価値を平等にするなんて無理じゃないですか。そのものの価値を平等するなんて無理じゃないですか。そのものの価値を平等。どういうことだろう。そのものの価値を平等にする。ちょっと待って、どういう議論になるんだ？
平等だったものを不平等にして売りさばいているのが転売なんですよ。先ほどはほとんど感情論で話してしまいましたが、転売ヤーが利益を得る権利はもともとありません。え、ちょっと待って、この議論ちょっとついていけないな。どういうこと？人の気持ちを考えないと思われるかもしれませんが、利益を生むために転売するのに、それがダメならば、そのものの価値を平等にする、そのものの価値を平等にする、そのものの価値を、そのものの価値なんですか？リンゴ、その自分の好きなアーティストのグッズだったら、そのグッズの価値を平等にするってことですか？価値を平等にする、価値を平等にするってどういうこと？すべての人に同じ価値を提供するってことですか？価値を平等に、すべての人に平等に価値を与えるように分配するべきっていうこと？歩き人だけが、価値あるものを持ってないとかね、歩き人以外の人がすごい価値あるものを持ってて、だから自分以外の人が全部ダイヤモンド持っててさ、私一人がダイヤモンド持ってなかったら不平等じゃんとか、そういうことですか？ちょっと、平等だったものを不平等にして売りさばいてるのが転売。平等だったものを不平等にして、そういうこと、わかりました。つまりその平等にするっていうのは価格を同じにするってこと？つまり1000円で仕入れたものを2000円で売ったら価格が変わってるじゃないかと、その価格を一致させろっていうのは無理じゃんってことを言いたいのかな。つまり平等だったものを不平等にするっていうのは、価格が上がってるからその1000円で買える人もいれば2000円で買わなきゃいけない人も出てきてって感じで、そこで不平等が生じてるってことかな。つまり真っ先に買った人はさ、1000円で買える、つまりそのだから好きなアーティストが先にその販売開始時には1000円で売り出してたけども、それを誰かが買い占めて転売したら2000円になっちゃいましたと。1000円で買えた人もいれば2000円出さないと買えなかった人もいるので、不平等だよっていう、そういうことを言いたいのかな。あ、そういうことか。あ、そういうことね。つまり値段が変わることを問題視してるっていう話か。1000円で仕入れたものを2000円で転売したら、この1000円で買えた人と2000円で買った人の中でさ、これ不平等じゃないかと。これ買うんですね。買う。ここ不平等だよってこと言ったわけね。でもそんなこと言ったらね、小売店はメーカーから安くたくさん仕入れられるのに、消費者はさ、もっと高く買わなきゃいけないから不平等じゃんとかさ、そんなもんさ、そこを不平等にすることは無理じゃんっていう話をしてるわけですね。なるほどね。そことか。だから不平等にして売りさばいてるってことを問題にするんだったら、小売店もダメですねっていう結論になるけど、どうなのって話ですよね。転売ヤーが利益を得る権利はもともとありません。もともとない。ほうほう。じゃあ車とかが昔よりも高くなったりしてるのは転売なんですか？それはどこがどうやって売ってる車ですか？メーカーが出してるんであれば、デザインやら何から何まで新しくして売り出してるから高くなるのは当然のことですし、個人のものであれば中古は安くなるし、長年大切にしていてプレミアムがつくのもあるかもしれませんが、そういう人は車が大好きで買ってるだけで、何十年後かの自分の利益なんて見越して買ってないと思いますので、転売とは言いませんよ。何十年後の自分の利益を見越して買ってたら転売で悪いことなんですかね。なんでそのさ、利益目的だとかさ、利益目的じゃないとか、なんでそうやって他者から介入されなきゃいけないのかよくわかんないね。スカイライン GTR の車などをネットとかで見るときです。でもプレミアムがついたりとかしても、先ほどあなたが言ったことだと、当時の値段で売らないと転売になってしまうじゃないですか。
限定のものだってプレミアムがつくんだから高くなるものじゃないんですか。あー、そのそのあれか、このスカイライン GTR っていう車は昔発売されたものなんですね。で、昔100万円で売られてたものが今200万円になってたりとかすることがあると。当時の値段100万円でね、売らないと転売で悪いって言われちゃうじゃないかと、価格が不平等じゃないかとね、そういうこと言ってるわけですね。車のこと詳しくないのでその車のこと分かりませんが、必ずしも当時の値段で売らないイコール転売ではないんですよ。初めから高値で売ろうとして買ってないものは車だろうが何だろうが全て転売ではないです。古くなって価値が上がるものはたくさんありますが、その価値は後からついてきたものですから。まあ転売か転売じゃないかなんで目的の差ですよ。ほう、目的ときたか、すごいね、目的か。はあ、金銭目的か否か。おお、さすが、素晴らしい、よく言った。金銭目的か否か、それが大事なんですね。なるほど。そして最初に言った感情論もプラスされ、善と悪だったら悪に分類されるわけです。やっと分かりました。ありがとうございます。なるほど。はは、この人はね、金銭目的であることが、金銭目的があると悪になるらしいですね。なるほど。つまり小売店っていうのは悪の権化なんですね。金銭目的でやってますからね。東京とかさ、大都市のコンビニとかどうなの？コンビニ多すぎてさ、いや、そこにコンビニなくても別に困んねえよっていうコンビニたくさんあるでしょ。でも儲かるからコンビニやってるわけでしょ。金銭目的じゃないですか。だからやっぱり金銭目的で小売業やったらこれは悪なんですね。目的が大事だっていうことですからね。金銭目的でやってはいけないと。なるほどね。あー、すごいですね。金銭目的なんだ。でもじゃあ俺は金銭、じゃあ転売ヤーがさ、俺は金銭目的でやってるんじゃなくて、これは高くても買いたいという人に買うチャンスを与えるためにそういう目的でやってるんだって言ったら、それは目的は金銭目的じゃなくなるので容認しなければなりませんね。だってそうでしょ。だって小売店だってさ、金儲けはしてるけれども、でも別の目的があるって言い訳で正当化するんでしょ。だから転売ヤーって同じですよね。同じですね。どうなっちゃうんでしょうね。転売悪いこと在宅ですよね。これもちょっと見てみるか。転売は悪いこと在宅ですよね。ベストアンサー。目的と転売量と販売価格によって状況変わります。最近は中国人の間で流行ってますが、限定品などを大量に買い占めて速攻メルカリで数倍の値段で転売してますね。これは明らかに転売目的ですし、転売量も販売価格も営利目的の転売とみなされるので、商業関連の罪で違法として逮捕もしくは罰則を食らう可能性があります。ただこのあたりはまだ法整備が整ってないので正直難しい問題ですね。最初の書いた通り、その商品に対して何の目的で転売するのか、どれぐらいの量を売るのか、定価よりも高く売るのかこれらによって悪意があるか否かが決まってくるでしょう。なんかいろいろ突っ込みどころあるな。罰則を食らう可能性がありますと言ってるのに、法整備が整ってないっていうのはどういうことなんですかね。法整備が整ってなければ罰則食らわないんじゃないですか。罰則食らう可能性があるっていうことは、なんか法律があるんじゃないですかね。あとさ、目的、販売量、販売価格、これらによって悪意があるか否か決まってくるってどういうこと。悪意があるか否かっていうのはさ、本人の心の問題だから、本人が別にさ善意でやってたとしても、お前は目的とね、販売量と販売価格がおかしい、だから悪意なんだよって決められるんですかね。え、どういうこと。悪いことかどうか、まあね、悪いことかってこと聞いてるわけだから結論だけ言ってるってことなのか、理由はいらないってことかな。自然な経済行為ですよ。物品販売してるところのメーカー以外は全部転売ですよ。そうですね、その通り。
昔米を買い占めて値段釣り上げ高値で売る悪徳商人がいましたよね。その現売版。マスクについては今回は損失を恐れず全量放出しましょう。全量花店しましょうかな。それが全量なる市民トレーダーというもの。そんな呼びかけられても困るんですけどね。普通は、個人売買で成立ですが、この時期の品薄状態を利用するなら非人間的。人のこもった状況につけ込む悪魔。その感情論はいいからさ、ジャニーズのチケットは転売しちゃいけないんだよ。なんでこういうことになったのか考えてみて。在宅だけ考えたらそのうち罰が当たるから。なんでこういうことになったのか考えてみてって言うけどさ、なんでさ、俺に考えさせようとするのってことで、あなたが転売しちゃいけないって主張するなら、その理由あなたがさ、考えて主張すればいいのに、なんでさ、反対の立場の人に考えてみてって丸投げにしようとするの。いや、あなたが考えてさ、言えばいいじゃん。ねえ。言ってる意味わかんないかな。ねえ、考えてみてってなんでこっちに要求してくるんですかね。罰が当たるからって言っても、いや知らねえよそんな。罰当たってもいいからさ、在宅したいですね。良いですよ、在宅ではないですよ。あ、そう。チケットなど転売するダフ屋行為は法律と条例違反です。ネット上のダフ屋行為も今年中には完全な規制となる見込みだそうです。知的財産権の分野もあります。転売は何でもいいというわけじゃないので、転売でお金を稼ぐということだったら確認された方がいいです。また年間一定金額以上になった場合、確定申告がどうのという他に、なんか違う法律のこともあったと思うので、こちらも確認された方がいいです。いや、だからそのさ、現実としてどういう制度になってるかってことはさ、ここでは問題にしてないんですよ。道徳的に、根本的にどういう、何が正義なのかって話をしてるわけでしょ。で、その自分の正義感に基づいて法律を作ろうって話になるわけじゃないですか。現状としての法律がこうだよってことは、それは別にさ、ここで議論してもしょうがないじゃないですか。日本人らしくないです。だから、日本人らしくなかったら何か問題あるんですか。ああ、日本人らしくない。日本人らしさって何が作るの。多数の日本人、日本人の多数派が日本人らしいっていう風に定義になるだけでしょ。で、日本人らしくないって言ったら、みんながやってるんだからお前もしろとかさ、みんなやってねえんだからお前もするなって言ってるだけじゃないですか。何の説明にもなってないですね。別に構わないと思います。まあそうなんだけどさ、まあ金になる商売だと思いますよ。やったことないですけど、できるのが羨ましいくらい。なんかこのさ、この回答者たちはなんかしょうもない議論しかしてないですね。なんかもっとさ、本質的なもっとさ、議論はできないのかね。なぜ日本人はコロナウイルスの流行で、これなんだろう、これコロナウイルスの流行で外を歩くときはマスク姿という人の姿が当たり前になりましたが、基本的にマスクというのはいつまで続くと思いますか。コロナが収束したら3年後か5年先か分かりませんが、その頃にはまたマスクなしでいる姿に戻ると思いますか。コロナ前は接客業でマスクはありえないといった印象でしたが、今後どうなるでしょうか。常にマスクだとおかしいという印象に戻るでしょうか。いや、知りませんね。あなたがマスクやめれば、その瞬間に世界変わるんじゃないですか。もちろん戻るでしょう。それは流行の流行や、衣類の流行や、歴史的な服装と同じだと思います。その時代においての常識というものは、あくまでその時点だけということになり、数百年間何も変わらないことはないと思います。まあ、そりゃそうですけどね。今までの風邪やインフルエンザで緊急事態宣言や自粛要請は出ませんでした。だからそのような意識になってからの話でしょう。つまりコロナと生きることに世界が慣れればの話ですね。それはまだまだ先だと思います。まあ慣れてる人はね、もうマスクなんかしないでしょうけど。まあでも結局その、あれでしょ？自由な意思に基づいて、判断できるかって話ですからね、結局ね。なんかでもあんまり面白くないな、こういう話は。
どう現実としてさ、人々がどう動くかとかそういう話は正直どうでもいいですからね。制度ですよ、大事なのは制度、法律ですよ、うん、で法律をどうやって作るかっていうその正義論っていう道徳的な議論が大事なのであってですね、あの人々が実際にどう思うかとかさ、どう行動するかとかさ、そんなことどうでもいいですよね。マスクするやつはするし、しないやつはしないだろうね。転売するやつはするし、しないやつはしないわけで、それだけのことであってですね、それが正当なことかとか、そういう話をさ、してるんでね。転売、まあいや、そのぐらいにしとくか。転売の話もそうですね。転売はそんなに悪い仕事なのでしょうか。仕入れ値もあり、30から40の粗利率をつけるのは商売では当たり前で、安く販売できない会社もあり、営業職なら分かることです。品薄の商品を手に入れる努力をして儲ける、中国から安く仕入れて儲ける、中国から貝を仕入れ日本の海につけて日本産といい高く売る、企業も世界ことして販売しており、アホな消費者が買う、法律の範囲内で商売しているので悪くないと思うのですが、ご意見を聞きたいです。まあ、別に悪くないと私は思いますけども、当たり前だからとかそういう問題じゃないですね。あ、雨降ってきた、ちょっと雨降ってきたんで、布団取り込まなきゃいけないので、ちょっとここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました、ね、転売についてちょっと意見あったらぜひね聞かせてください。